はい、じゃあ龍が如く4続きをやっていきたいと思います。警察に垂れ込んだやつを見つけ出すか。まずはジャンスを6乱走で聞き込みをしよう。行きましょう。ああ、また負けちまったよ。もしかしてまた麻雀？そこにある6乱走だっけ？ああ、そう。徹夜で麻雀やってボロ負けだとショックでかいよな。でもまたやっちゃうんでしょ？そうなんだよな。2、3日したらまた遊びたくなるんだよな。ああ、まあ入りましょう。とりあえずこのおじいちゃんに話すか。ちょっといいかい？ああ、これは谷村さん。今日も麻雀やっていきますか？いや、今日はそういうわけじゃない。昨日俺が遊んだ時のメンバー誰がいたかわかるかい？確か一人見慣れない人がいましたね。多分昨日初めていらしたお客さんだったと思いますよ。他のメンツはそこで打ってる二人の常連さんでしたよね。ああ、そうだった。思い出したよ。ありがとうな。どういたしまして。何かあったんですか？いや、何でもない。気にしないでくれ。そうですか。で、こいつらに話すと。ちょっといいか。ああ、谷村さん。昨日はひどい目に遭いましたよ。また僕らからむしり取りに来たんですか？いや、そうじゃねえ。単刀直入に聞くが、お前チクったか？チクった？何をです？昨日のことだよ。署に通報したかどうか聞いてんだ。谷村さん、あんたに大負けしたの初めてじゃないっすよ。今更チクるわけないでしょ。それにそんなことしたらただじゃ済まないこと分かってますよ。なあ、そうそう。俺も昨日谷村さんに大負けしたけど、チクるなんて恐ろしいことできないっすよ。そうか。あ、でも同席したもう一人、あいつなら考えられるかもしれませんね。ああ、確かに、金に困ってたからな。負けたこと根に持ってたかもしれねえな。なるほど。で、そいつはどこにいる？あいつなら、おっと待った。なんだ？谷村さん、これは警察の仕事と関係ないですよね。ただじゃ教えられないですよ。なるほど。昨日の負けを少しでも取り返すチャンスっすね。おいおい。さあ、どうします？くそ。わかったよ。何が望みだ？いや、後が怖いから大したことは望まないですよ。この雀荘の景品で銀の皿が欲しいんですよ。こいつと俺の2枚分。足元見やがって。わかったよ。銀の皿2枚だな。へへ、すいませんね。欲しいのはあくまで景品なんで、麻雀で勝って点数稼いでもいいですし、点数を金で獲得してもゲットできますよ。聞いたよ。景品が必要なんですってね。ああ、金の皿を2枚な。くれるのかい？それはちょっと勘弁してください。ただあくまで点数と引き換えで交換する景品なので、麻雀に勝ってもいいですし、点数をそれだけ購入しても交換もできますよ。麻雀で勝てそうにない場合はどうぞ点数を購入してそのまま交換してください。ふむ。あ、そういえば谷村さん、隣の質屋で偽の銀の皿って売ってるんですよね。何に使うんでしょうね。はっは。私いるね。あ、谷村さん、銀の皿2枚用意できました？用意できたよ。ああ、ここにある。偽の銀の皿を2枚渡した。ちょっと待ってくださいよ。これ偽物じゃないですか。なんで気づくんだよ。別に本物をくれとは言ってないぜ。きったね。それでも警察官かよ。さあ、約束は守ったんだ。教えてもらおうか。ひでえな。わかった、わかりましたよ。昨日一緒に麻雀打ったやつ、確か飯田っていう名前だったと思います。そうそう、飯田っす。僕、俺らも親しいってほどじゃないですけどね。で、そいつ仕事とかやってなくて、普段は七福パークにいるって言ってましたよ。七福パーク？七福通りにある駐車場か。そう、それです。何やってるのかよくわからないですけど、なんかそこで金稼ぎしてるらしくて、ちょっと金ができると雀荘とかに来るらしいです。そうか。昨日谷村さんが帰った後、あいつかなり怒ってましたからね。ただじゃ済まさないとか言ってましたし。そうそう、俺らが引くくらい怒ってましたよ。
体でかいやつでしたね。それがあんなに切れてたんで俺たち関わるのやめとこうって。とまあ俺たちが知ってるのはこんなところです。わかった。チクったのはその飯田ってやつに確定のようだな。シチフパークに行ってみる。大丈夫。麻雀進んじゃってるけど、ずっと話してるけど。ええ。谷村さん、また麻雀打ちましょうよ。今度は負けませんよ。わかった。またむしり取ってやるよ。シチフパークね、行きましょうか。はい、ここですね。こいつ話そうか。おお、あなたこの前見ましたよ。私の知らない言葉で事件解決してた。あなた一体いくつの言葉知ってるの？谷村は生い立ちとその職業柄が相まってアジア圏の言葉に堪能です。さらに中華料理店、故郷の面々と家族同然の付き合いがあることもあり、谷村だけが故郷をアジトのように使っています。谷村は警察官であると同時にアジア外の住人という側面も持っています。ほう。アジア圏ほとんど？マジで？それならこの街の誰とでも話せるね。ああ、なるほど。あそこの入れるんだ。おい、いたね、こいつだ。おい、あんた。おお、挑戦者か。よく来た。殴られやか、これ。あ、殴ってみろやか。1分以内に一発でも俺を殴れたら5万円だ。参加料は3000円。さあ、やってみるか？やらねえよ。お前、俺が覚えてねえのか？あんた、昨日の。ああ、そうだ。思い出したが、ちょっと聞きてえことあるんだが、いいかい？ふざけんなよ。俺は何も知らねえよ。俺はチクってなんかいねえよ。お前、バカだろ。自分から言ってんじゃねえか。どうやらちょっと一定名見てもらう必要があるようだな。それなら話が早い。できるもんならやってみな。なんだと？できるもんなら俺を倒してみろよ。そうしたらあんたの好きにするがいい。いつもアウトボクシングスタイルだが、今回はインファイトスタイルで殴り倒してやるよ。思う存分、拳を叩き込んでやるぜ。ああ、いいだろう。ぶちのめしてやる。それじゃ、試合開始だ。かかってこいえ。まあ、もうやっちめましょう。ああ、あれか。これチュートリアルか。オッケー。くっそー。どうだ？まだやるか？すいません。もうしません。ああ、当たり前だ。お前なんで俺のことチクった？俺、このカムル町で長いこと殴ってみろややってるんですけど、毎年挑んでくる人がいるんですよ。グレーのスーツのコワモテの人。キリュウさんか。毎年毎年その人に負けてしまって、俺もその度に鍛え直して挑むんですけど、歯が立たなくて。で、息抜きを兼ねて初めて麻雀に思いのほかハマってしまって、しかも自分で言うのもあれですけど、結構強くて、いい気になってひょっとして俺こっちで食っていけるかも。って思ったところにあんたが現れたんですよ。そしたらそれはもうめちゃめちゃに負けて、殴ってみるよだけじゃなくて麻雀でもうまくいかないって思ったらカーッとなって、あとはもうその勢いで警察に電話を。覚悟できてますよ。煮るなり焼くなり好きにしてください。はぁ、もういいよ。え？もういいって言ってんだよ。別に俺を貶めるつもりじゃなかったらしいしな。それにまあ殴らしてもらったからな、それでチャラにしといてやるよ。ありがとうございます。まあこれからは気をつけろよ。また俺をチクったりしたら今度は許さねえからな。はい。もちろんです。やれやれ。まあ気が済んだからよしとするか。で？電話くんのかな？ああ、違うか。ああ、無線か。本庁より入電。劇場広場前にて喧嘩騒ぎとの通報あり。現場付近の捜査員は直ちに現場に急行せよ。やれやれ、この街は細かい事件が尽きないね。現場に近いし行ってみるか。すいませんでした。
てめえ、俺に喧嘩売っといてこれで済むと思ってんのか？さっさと慰謝料払え、こら。おいおい、その辺にしとけ。今ここから消えるなら見逃してやるから。ああ？何様だ？文句があるみてえだから、ぶっ飛ばしておめえから慰謝料もらってやんや。取り乱しました。失礼しました。やっちまいましょう。はい、オッケー。てめえ何者だ。俺はカムロ署の谷村ってもんだ。なんだ、殺だったのかよ。ほら、さっさと消えな。おめえみてえな小物捕まえても俺に何の得もねえし。くそ、上がって。ありがとうございます。助かりました。ああ、たまたま通りかかっただけだし気にしないでいいよ。ただあんまり無茶はしない方がいいね。はい、わかりました。ご迷惑をおかけいたしました。気をつけます。ふう、これで一段落だな。ああ、もう片付いてしまったようですね。あんたは？申し遅れました。私はカムルの盾。あったな、いたな、カムルの盾。代表の赤石と申します。カムルの盾？ああ、この辺りで治安活動してるボランティア団体のことか。はい、我々をご存知でしたか。はじめまして、谷村さん。ん？なんで俺のこと知ってんの？団体の活動を行っているうちにこの辺りの警察事情にはすっかり詳しくなりました。あなたの噂も金がね伺っております。どうせいい噂じゃないんだろうけどね。いえいえ、それにしても見事な手際でしたね。先ほどのトラブル解決、誰よりも早く駆けつけ迅速に処理されていました。たまたま無線が入って近くにいたから片付けただけだよ。我々はカムロ町の治安維持ボランティアとして誠意努力しております。しかし、これだけの大歓楽街です。トラブルの数は半端ではなく、隊員を総動員しても全てをカバーしきれません。まあそうだろうね。しかも理由や目的はわかりませんが、最近は我々の活動を組織的に妨害する連中も出てきています。もともと安全な活動ではない上に、そういった明確な悪意ある妨害までされて、最近は活動に支障をきたすほどメンバーが減少してしまっています。妨害、ねえ。そこで谷村さんにご相談があります。我々の活動にご協力いただけないでしょうか。え？いや、まあ治安維持は俺たちの仕事でもあるけどさ。ちょっとあんたの団体に入って活動するってのは。いえ、カムロの盾に所属していただかなくても結構です。我々としてはより安全なカムロ町を目指して先ほどのようなトラブルを少しでも解決していきたいと考えております。そのためには谷村さん、あなたのようなカムロ町を知り尽くした警察の方のご助力が必要なのです。あなたが解決したトラブルの数に応じて我々の活動資金からお礼を差し上げます。それから申し上げにくいのですが、噂では谷村さんは何かとご入り用とか、謝礼金はそれなりの額を用意させていただきます。悪い話ではないと思いますよ。なんか気になるな。なんでしょう。いやだってさ、あんたたちって要はボランティアで活動やってんでしょ？ええ、そうです。じゃあさ、なんで謝礼金なんか出せんだよ。え？普通ボランティア団体ってのは結構カツカツで活動してるもんでしょ。バックに強い組織でもあれば話は別だけどさ。それは、ま、いっか。俺にとっては何一つ損しない話だしね。ありがとうございます。ご協力は谷村さんの気が向いた時だけで結構です。我々が強制することは何一つありませんよ。ああ、わかったよ。無線を聞いて気が向いた時だけな。本当ですか。ありがとうございます。お礼はあんたからもらえばいいのかい？はい。私はここ劇場前広場に滞在いると思いますので、何件か解決されたら私までご連絡ください。解決した時に俺は俺で個人的に報酬もらうかもしれねえけど、それでもいいのかい？はい。問題ありません。はいよ、了解。本当に大変助かります。ではよろしくお願いいたします。まあ、彼らが本気でカムロ町のために活動しているのは事実だし、たまには手伝うのもいいか。警察無線。はいよ。もしもし。あ、まーちゃん？
ちょっと厄介なことがあってね。話があるんだけど、店に来てくれないかな。ああ、わかった。悪いね。邪魔ってるよ。張さん？また何か引き受けたか？張さんの店、中華料理店故郷は太平通り東から行くのがいいな。故郷へ向かえ。行きましょう。はい、ここですね。どこだ？ここか。おう、ケーキはどうや。またですか、谷村さん。いつも悪いな。今月2回目ですよ。月1回って約束でしょ。勘弁してくださいよ。先週入った女、コリアンだろ。留学生か。就労ビザ持ってない外国人が日本で働くのはもちろんだけど、そうと知ってて雇うのも不法就労助長っつう犯罪なの知ってた。捕まれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金。勘弁してくださいよ。店の女が警察に逃げ込めねえこと知ってていろいろとちょっかい出してるみたいじゃない、あんた。強姦罪も追加されたい。いや、ところでこの女見かけたら俺に連絡くれ。誰っすかこれ。教えない。警察の機密事項だから。とにかく見たらすぐに連絡くれよ。じゃあまた。好吗？改天再陪你们玩。啊，阿灿。嗨，叫在里头吗？是啊。朴被强制送还，孩子怎么办？是吗？啊，明白了，我来照顾孩子。啊，别担心。また一人増えるのか。あ、父親が韓国に送還されたらしい。どうして？先日その父親が交通事故を起こしてな。そのまま警察に引っ張られてオーバーステイがバレたらしい。そりゃついてないな。子供はまだ5歳。うちで面倒見るしかないだろうな。その子供の養育費にでも回してくれ。ギャンブルか、それともまた巻き上げてきたのか。どっちもかな。まったくお前さんってやつは。まあありがたいのは山々だけどな。あまり無理すんなよ。それにしても今日は遅かったな。
もっと早く来るかと思ってたぞ。一家に目つけられちゃったみたいでね、杉内さんって刑事さんに取り調べられてたんだよ。は？刑事が刑事に取り調べ受けてたのか。笑えるな。なんか最初はチンピラ同士の揉め事だったみたいなんだけど、話が大きくなって登場会の内輪揉めが始まってるみたいだね。なんで一家が動いてるのかはわからねえけど。おいおい、また構想か。勘弁してくれよな。なんか今度のは登場会の内輪揉めってだけじゃなくて、上野清和会も絡んでるみたいだけどね。上野清和会、あ、それってあの、そう、あの上野清和会、俺の親父が死んだ時に担当していた上野義春襲撃事件の上野清和会ね。お前さんの親父さんが殺されたことと何か関係しているのか？わからない。ただ、25年間もの間、何の動きも見せなかった上野清和会の周辺が、7日前の事件から激しく動き出している。もしかしたら、今回の事件がきっかけで、親父が殺された真相を知る人間に近づけるかもしれない。例の女、まだ探しているのか？ああ。佐江島康子。あの上野清和、上野義治襲撃事件の実行犯、佐江島大河の実の妹。事件以降、行方をくらまし続けている謎の女。その佐江島康子って女が、本当に親父さんの死の原因を知っていると、それもわからない。ただ親父は自分が死ぬ前日の日記に、佐江島康子と会う、とだけ書いてあった。お前の親父さんが最後に会った人物なのかもしれないな。ああ、谷村の旦那の携帯ですか？ああ、そうだ。S って、これ何て読むんだっけ？のパクです。翡翠だっけ？なんだっけこれ。あの韓国 S っての店長さんか？何の用だ？旦那、今からちょっとうちの店まで来てもらえませんか？どうした？傘でも入れられて困ってるのか？翠、緑か。緑の店長、翠の店長。いや、違いますって。旦那がずっと探してた女がいたろ。その女に似てる女がうちに来てるんだ。本当か？だから店に来てあんたに確認してほしいんですよ。わかった。すぐ行く。どうした？やっぱり事件動き出してたんだな。女が見つかったかもしれない。まさか例の妹かい？まだ本人かどうかはわからない。ちょっと行って確かめてくる。そうか。でも気をつけろよ。25年も沈黙していた上野清和会が突然動き出した直後にその事件の鍵を握る女が現れる。ちょっとタイミングが良すぎるな。気な臭い。とでも言いたいの。あ。まあな。女が逃げないうちにさっさと行ってこいよ。あ。ねえ。まあちゃん、なんか大変そうね。ああ、忙しくなりそうだ。私たちはまあちゃんの味方よ。だから困ったことがあったら言ってね。あとこの店、故郷にいつでも来てね。自分の家みたいに使っていいから。ああ、ありがとう。アジトがしようかの。はい。了解。行きましょう。韓国エステ、緑かなこれ。水かな、まあ、水にしとこうか。見入って店に来ているのがずっと探していた女かどうか確認しよう。うん、行きましょう。ああ、ここですね。あ、緑だ。まあ、スナック緑か。あ、旦那旦那。今中にいますよ。呼び出してもらえるか。はい。でも、ん？どうした？いるんじゃねえのか？いや、そうなんですけど。何なんだよ。言いたいことがあるなら言えよ。旦那、もし中にいる女が旦那の目当ての女なんだったら、だったら？来月のガサ入れ、見送ってもらえませんか？ちょっと今、ガサ入れられるときついんですよ。ここのとこ大量に本国から来た女雇っちゃったんで。お願いしますよ、旦那。ちゃんと賃金をやれよ。え？その女たちに働いた分の賃金はちゃんと払ってやれ。
働かせるだけ働かせてポイするようなことはするな。それならガサ入りの件は手回してやる。はい、分かってますって。よし、それじゃあ早いとこ呼び出してくれ。安子なんかな。ああ、安子だ。何かお客さんが用事があるって店長さんに言われたんですが。驚いたな。え？25年も経ってるのに変わらない人もいるもんだ。やっと会えた。ずっと探していたんですよ。あなた、冴島康子さんですよね。25年前の事件について教えてほしいことがあるんです。知りません。私何も知りません。そんな警戒しないで。私本当に何も知りませんから。ちょっとどうしたんですか。落ち着いて。何その驚き方。やっと見つけたぞ、このクソ甘が。柴田組。散々手間かけさせてくれやがって。今日はあの金貸しの男いねみてえだな。うちの組長がお待ちかねだ。今日こそついてきてもらうぜ。悪いんだけど俺の方が先客なの。出直してきてもらえる？舐めた口聞いてんじゃねえぞ。おめえからやってやるわ。やっちまいましょう。オッケー。くそ、手間取らせやがって。ん？女がいない。おい、女どこにやった？お前らが連れてったんだろう。はっ、手遅れで。もう今頃は組長の元に届いたろうよ。うるせえ、俺の質問に答えろ。どこに連れてった？お、俺たちはただの時間稼ぎだ。もう東京湾の不当である。あの女が今頃どうなってるか、無事かどうかわからんがな。くそ、東京湾の不当、タクシーで向かうか。安子を探せ。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。ふと、きっと戦いは避けられねえな。もっと準備しておくか。うん、大丈夫、行っちゃおう。行っちゃおう。かしこまりました。いきなりかよ。いきなりか。くそ、さっさとこいつら片付けてあの女取り戻さなくては。はい、オッケー。いやーって、アイテム取っておこう。うん、まだいるか。あ、もう。まあ、やっちまおう。やばい。すげえ連戦だな。滑るってこと？おいおいおい、待て。危な。ああ、ちょっと強そうなやつ来たな。
サクッとやっちゃおう。あぶね。まだ死なねえのか。はい、オッケー。計画は今のところ順調だ。お前がこのままずっと身を隠していれば問題ないなあ、アレイ。ええ、あら、いたんだ。六代目も私がお前をかくまっているとは夢にも思っていないだろう。指爪までした甲斐があったってもんだ。ふっ、指爪の演技ですよね。しっかりある。明日の昼、勝代と会う予定だ。そこで例の杯の剣の段取りを詰める。場所は？カムロ町で、喫茶アルプスとかいう店で会うことになってる。そうですか。しかし柴田組長、いくらなんでもカムロ町で会うのはまずくないですか。柴田さんと勝代さんが繋がっていることを東城会本家に知られる危険があります。問題ないさ。今俺が勝代に会っていたとしても不思議じゃない。誰が見たところで、例の抗争騒ぎの謝罪くらいにしか思われんはずだ。なるほど。ふん。まあ確かにお前が心配するのもわからんではない。この女のおかげで思わぬ面倒を背負い込む羽目になったからな。まさか、こんな女が今世間を騒がせている連続殺人事件の犯人だったとはな。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ。仕方なかったんです。1億なんて用意できると思わなかったから。ん？何おかしなこと言ってるんだ。なるほど、なかなかいい女だ。これなら男は色仕掛けに引っかかるってわけか。柴田組長、もういいでしょう。この女が柴田組の関係者を殺して回っていたことは確かです。殺してしまいましょう。私の方で始末しておきます。まあ待て組長。俺はな、どうしてこの女がうちの連中を殺して回ったのか知りたいんだよ。それに この女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。あんたはもう用済みだ。どういうことだ。あらい。心配しないでください。これも計画のうちなんですから。この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ、我々にはね。我々だと？ええ、そうです。私と葛城さん、それにあと数名の協力者にとってね。お前、カツラギの方に寝返ったのか。柴田さん、勘違いしないでください。私は花から柴田組と組んでいるつもりはない。最後に教えといてあげます。25年前の事件、葛城さんと手を組んでいたのはあんただ。
そうですよね。あの事件、あんたは自分の出世のため葛城さんに手を貸した。でもそれ以来、あんたは事件の真相をネタに葛城さんに見返りを求めすぎた。葛城さんにとって今のあんたは邪魔者でしかない。それじゃ。警察だ、銃を捨てろ。くそ。おい、しっかりしろ。25年前、上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい、おい柴田、しっかりしろ。